イズ大崎和孝が後ろ回し蹴りで衝撃 KO、 18連勝で念願のイスカ世界王者に。ライズクリエーション株式会社、格闘技イベント RISE167、 2023年4月21日金東京後楽園ホール、セミファイナル第8試合イスカオリエンタルルール世界フライ級 53.5kg 王座決定戦、3分5R、丸大崎和孝、日本大石 GYM 第2代ライズスーパーフライ級王者、 KO4R28秒、 後ろ回し蹴り、 WeeD ニコラスリバース、フランスファイトセンターウォーミングアウト 54kg 級王者、大崎が新王者に。大崎は20年からライズに参戦し、同年9月にライズ王座を体感、昨年10月の初防衛戦で風音に判定勝利。先月26日のライズエルダラド2023ではスペイン新鋭のハビエル・セシーリを初回 KO で撃破。現在17連勝中と絶好調でイスカ王座体感を狙う。意外にも世界王座には初挑戦で念願のチャンスと本人は語っている。対するリバースはフランスの強豪、17戦13勝4敗 1KO の戦績を持ち、昨年6月にはリングアウトチャレンジ4でリングアウト 54kg 級のタイトルを獲得している。オリエンタルルールは通常のライズルールとは異なり、首相撲が許される。 1R リバースが声を上げながら前に出てストレートボディ打ちをヒット。大崎はカウンターの左フックボディ打ちで応戦。アッパーを打つリバースに対して左ボディを叩き圧をかける大崎。ボディ打ちをまとめバックスピンキックを見せる。 2R 大崎がジャブを突きながら右ローをヒット。ハーフキックも混ぜる大崎は前蹴りでリバースの前進を止める。リバースの攻撃をガードで受けた大崎は左ボディ打ちで後退させる。ローキックの蹴り合い、リバースも左膝蹴りを返すが、大崎は焦ることなく右アッパーを近距離で当てる。このラウンドが終わり、ジャッジ2社が20-18、1社が19-19のスコアとなる。3R、細かいパンチで前に出るリバース、大崎はコツコツ右ローをリターン。リバースがパンチ連打で前に出て膝蹴りまでつなぐ。大崎も左右フックから右ロー、リバースは左膝。リバースの蹴りが大崎の下腹部に当たり、口頭注意が与えられる。ガードを固める大崎は首相撲からの膝蹴りを数発ヒット。大崎は顔面前蹴りをヒットさせる。このラウンドも3社とも10-9で大崎を支持する。 4R 大崎がバックキックパンチを見舞うリバース。すると大崎が狙いすました右の後ろ回し蹴りが顔面へクリーンヒット。これがドンピシャで決まり、リバースがダウン。大崎が圧巻の KO 勝ちでイスカのベルトを獲得した。大崎はマイクを持つと、本当は早いラウンドで倒すつもりでしたが、世界のベルトは簡単じゃないと思い知らされました。最後本当は狙っていた技は違いましたが、練習してきた技で KO できたので、このベルトは格闘家人生の中でも大きいベルトになると思います。本当に格闘技を始めて世界チャンピオンになると決めてやってきたので、すごく嬉しいです。たくさんのサポート応援が力になっています。7月 54kg の世界トーナメントがありますし、ライズ世界のベルトも取りたいので、これからも強くなり続けて本当に意味で世界一になれるように頑張りますと集まったファンへ呼びかけた。